もうほぼ事件だったんですけど、うん、なんかいろいろやったら楽しくなっちゃって、うん、これはもう、ぜひもう世界中に発信しなくちゃダメだ。あ、バス来たー僕へ、まだ一緒に来たバスから、まさかの同じバスが来た、同じバスが国へだけ来たんですよ。そして俺すっごい覚えてるんですけど、ケニー・オメガ、ケニーがノー自分は自分が良かったね。DDT プロレス公式 YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。DDT ジェネラルマネージャー今林久也でございます。今回はご好評いただいております DDT 事件簿の第4弾ということで、あの伝説のズンドコバス事件を取り上げたいと思っております。まあ事件マニアの方、記憶の片隅にあるかと思うんですが、あの10年以上前になりますか、はい、こんなことあんのかと今でもね、いやこれね、語られることが多い事件なんですけども、 DDT も歴史に残る事件の一つだと思うんですけど、はい、この歴史に残る事件がリング上で起きたことじゃないっていうのそうですね、そうそう、 DDT を象徴してると言いますか、はい、これ全然リング上とは関係ないです、関係ないですね、一切関係ないです、はい。まあそれがまあ DDT を象徴する事件ということで、今回そのズンドコバスに乗っていた、まあ私も含めて4人来ていただいております。まあちょっとどういう感じでざっくりと、まあ時系列で追っていけばいいんですかね。2011年5月29日京都大会、はい、そこに向かうバスの中で起こった事件ということなんですよね。そうです、そのバスに乗っていて巡業バスですよね、はい、巡業バス、当時はまだあの DDT はバス会社からバスを借りてた、そうですね、自分ではバスは持っていなかったです、はい。まあ、5月29日が日曜日、はい、日曜の昼に京都 KBS ホール大会があった、はい、キングオブ DDT、まあ、トーナメントの優勝決勝戦を京都で行っていた時期だったんですよね。まあ日曜の昼に、まあ、京都大会ということで、多分土曜を明けて、深夜1時ぐらいに、そうですね、12時1時ぐらい、はい、新宿を出発したであろう、まあ、いつも通りということですね、はい。でまあさっきあの松井レフリーに聞いたんですが、はい、まあ、異変に最初に気づいたのが松井レフリーだったと。まあ、1時ぐらいに出発したら大体みんな寝ますよね、はい、もう出発したらすぐに寝るということで、で松井さんがふっと気づいたら高速道路を走っていた、高速道路を走ってたにもかかわらず徐行ぐらいのスピードで、まあでも、うん、ね、あのサービスエリア入るときって全然徐行になるから、はいはいはい、多分気にしてなかったんですけど、これだから誰も、松井さんに言ったらこう誰も気づかないで松井さんが僕を起こしたらしいんですよ、はい、まずね、最初に高井さんとで起きて、はい、で自分も確かに、ね、今誰に起こされたかって覚えてなかったんですけども、誰に起こされて明らかに徐行してると、はい、しかも全員寝てる、全員寝てる状態で徐行してるから分からないし、はい、怖いですよね私は死んでるからしかもあれ、あの路側帯を多分言ってたんですよね、ずっと危ないからですよね、多分ね、でそれを、まあ、徐行だから2、30キロぐらいですよ、ね、30も出てないかもしれない、出てなかったんじゃないですかね。でバスの運転手さんに聞いたら、うん、まあちょっと車が調子が悪くなっていう、で僕らもすぐ松井さんと会議して、はい、どうしようと、でそもそも京都にこのまま徐行したまま行ってたらまず間違いない、まあ、絶対間違いない、多分それが4時5時とかそんな感じですね、4時5時の感じですね、はい、5時ぐらいですね、はい、でもうこれこのバスを乗り捨てて、はい、どっかのサービスエリア、パーキングエリアで降りて、うん、近くの、まあ、透明なんで、はい、まあ、近くの新幹線の駅から乗って行くしかないっていう結論があって、で調べたら牧之原インターが一番近かったんです、静岡ですね、サービスエリアが一番近かったんです、はい、でそこから、タクシーで降りれば掛川、はい、掛川が一番駅が近いから、うん、これ小玉で行こうと、うん、はい、で、このぐらいの上で多分私、こだまに全員に乗ったら、うん、これまあ、どっちの責任問題になるのかな、まあ、そうですね、これ、そしたら俺らが払わされるんじゃないかっていう、はいはい、ちょっと危惧もあって、多分何人ですか、40人近い、30人何人乗ってたと思いますよね、で私、多分そこで、なんかこう、じゃあ、こっか、掛川から、ふらっとこだまに乗れば、ちょっと安いんじゃないかっていう計算をした記憶があります。なるほど、はい、おちゃんと計算して、はい、でそして計算したんですけども、うん、いやいや、そんなこと言ってらんねえよな、何がプラットフォーマーだと思いながら、うん、
思い出したあれなんですけども、はい、でもそんな記憶は残ってますね。その第一報が、2011年5月29日の朝6時56分に高木さんがツイートしてるんですよね。これちなみにあの、はい、トゲッターという、はい、当時 DDT ずんどこバス事件をあの有志の方々がまとめていただいたサイト、はい、まとめサイトがありますので、うん、あのぜひそちらをハッシュタグずんどこバスで検索してもらえれば出てきますんで、はい、当時までハッシュタグね、うん、あのアルファベットしかできなかったから。ああそうそうだね。なんでずんどこバス全部アルファベット、ずんどこバス全部アルファベット、そうです。高木さんの第一報、京都行きのバスが故障するという大アクシデント勃発、牧之原 SA まで自走したが以降の走行が不能となり、現在タクシーを呼んで近場の駅まで向かってます。朝からトラブルですが、本日の DDT 京都大会には何の支障もありません、ご安心くださいと。まだこの時にはずんどこバスついてないですね。ハッシュタグ DDT プロでツイートしてますね、高木さんは。でこの時はもう多分バス牧之原に降りたところだった。もうタクシー呼んで向かってますって書いてるんで、この時点でもう新幹線で京都に着くから絶対大丈夫ってなってるんで、うんうん、そうそうそう、大会自体は大丈夫、ちょっと安心してツイートしたいんですけど、それが確定するまではちょっと控えようと。でこれはあれですけど、この時マイケルが、はい、本当ドヤ顔で釣り竿釣り竿バスに釣ったんですよ。巡業のバスに釣り竿、はい、そう釣り竿、はい、だから釣りに行く予定だったらしくて、ね、帰りにね、ビアマに乗ってブラックバスに使えるんですよ。ツイートをしてますけど、本当に気を使って思いましたあとみんなは、まあ、あの牧之原からタクシーに分乗して掛川に向かったんですけども、はい、グッズとかバスに積んでありましたよね、はい、そのグッズは多分大川さんが、はい、売店部長だったんで、そうだ、レンタカートラックを借りて、でそこにあのグッズを全部乗せて、牧之原から京都まで大川さんが運転してたんじゃないですかね。大川さんと今成さんで、はい、トラックです。でもう、はい、僕らは先に行こうって言って、はい、で、あとは任せたこれ当然ガンプロの畑前ですよね。もちろん全然全然全然。じゃあここでも多分レンタルカーのトラックの中で、うん、大川と今成に友情が芽生えてガンプロのガンプロの畑にするようになったかもしれませんね。友情まで多分芽生えなかったんですよ。大川さんは多分選手ではなく売店部長、売店係として来ていた。今成は映像班として来ていた。あの大川さんってなんだかんだ言って運転任されてたじゃないですか、はい、でも決して得意じゃないんですよだからバスも早く来てほしい、あとトラックも早く来てほしいけど来ないみたいな時に今成さんが電話してきて、あと8キロですって、あ、分かりましたって言って、で着かないからもう一回電話したら、あと16キロですって、通り過ぎたじゃないですか通り過ぎてぐる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 回って、そうなんだ、あったで、あの会場したのにグッズが到着してないっていう状態でしたね。かなり倹約だったはずです、あのバスのあるかもしんない、それあったわ、そうだ、懐かしい。でそれでそのトラック部隊と新幹線部隊で分かれて、まあなんとか会場に着いて、まあ、新幹線に、まあ、みんなで分あの乗って、で、まあ、京都に向かって、で三上さんがなんか新幹線の中に携帯を忘れるっていうその時期もあったらしいんですけど、そう覚えてなかった、はい、まあでもな、まあ、とにかく大会自体はまあグッズの到着が遅れるとかいうのはありつつ、結局これあれなんですよ、僕もこの時もう本当事件だったんですけど、うん、なんかいろいろやっぱ楽しくなっちゃって、はい、でやっぱそのこれはもう ぜひもう世界中に発信しなくちゃダメだということで、うん、多分ハッシュタグずんどこバスにするからみんなでこの状況をつぶやこうって言ってつぶやいた記憶がありますね。だからいきなり高木さんが、はい、あの選手集めて、はい、なんか言うのかと思ったら、うん、いやこれずんどこバスってハッシュタグ作ったから、うん、それでつぶやこうっつって俺その人に見たって言ったの集めてで僕は2011年なんで、はい、DDT にまだ多分所属じゃない頃なんです。あフリーとして上がってる時代。何月から DDT 参戦したんですか。 DDT は初めてが2010年の12月末なんですよ。はいはいはい、でも本当賛成したて半年ぐらい、ね、で僕はもうこんなことないから、はいはいはい、ドキドキして、はいはいはい、出しようかなと思ったらみんな何やかんやちょっと楽しんでるんですけど、はいはいはい、ちょっとニヤニヤしてるんですけど、はいはいはい、やべえ団体に来しまったと思いましたね。なるほどね、そりゃそうだよね。なんでみんなこれちょっと楽しんでんだと思ってたんですけど、はいはいはい、だんだん僕も基本的にそういうノリに任されちゃう人なんで、身を任しちゃう人なんで、はい、だんだん楽しんで、あ、これ楽しんでいいんだって思ってる途中です。うん、よかった。あ、DDT って合うんだな、俺にって思いました、ね。
でこの時の京都大会、まあ、キングオブ DDT の決勝が行われていて、準決勝としてケニー対工藤さんをやって工藤さんが勝った、はい、でもう一つの準決勝が原島さん対入江君で、はい、原島さんが勝って決勝が工藤対原島、はい、で工藤さん優勝という、まあ、カードだったんですけども、その他にですね興味深いカードもあったりするんですけど、セミでは東郷さん、源太郎さん、浦野さんが組んで、いぶし、佐藤光、平田和樹組と戦って、そんなだったんすか。平田がセミで真面目な6人タッグ、この、いやいやいや、当時は真面目な試合してないからまだ鉄砲玉の当たった、しかもこれカード見たら、はい、あのボブゲームっていう、ボブゲーム、ボブゲームこそ俺は次の事件簿にした方がいいですよね。ボブゲームの、ボブゲームかね、ボブゲームこそ次の試合のテーマでしょ。いや、あの時、あの時いろんなことあって、しかもあそこに出たボブゲームに出た、うん、あいつがジョナサン・グレーシャー、ジョナサン・グレーシャーはダイブブレイクしたって、はい、そうですよね、まさかの、あのボブゲームの中でもあの台湾人の2人とかはね、あれはじゃあそれはもう次の事件で、全然しないで、ゲームサマーズ、ボブゲーム公式シーズン、ゲームサマーズもダッシュグネットと試合してる、そうですね、あの米兵出身、米兵出身ですよね。いやー、面白い、このスーパーシットマシンとかね、これ、俺と言ってなくないですか、俺と言ってなくないですか、試合してないかもしれない、トカミさんは試合してないですね、あれ、俺試合してないじゃん、この日、はい、なんだっけ、決勝したのかな、いや、あ、違う、ユニオンです、タイさん、あ、俺ユニオンだから、はい、俺もユニオンプロレス移籍してた、そういう時期も移籍してたから、だから DDT は出てなかったけど、それもちょっと事件簿で語ってほしい、現場監督で、そうだ、俺そうだよ、俺現場監督的なさすがにいたんだ、とりあえずそうですね、うわ、じゃあ俺これ、まあまあ、高木さんが DDT じゃなかった時期があるっていうのもね、最近見てるファンにしてみればびっくりすることですね、俺は自分はそんなに困ったね、いやいや、社長は社長って、高木さんいなかったらどうするんですか、新幹線のチケットとかどうしてたんだっていう、そうですね、来てよかった、で、まあ、無事に京都大会終わりました、そっからですよね、そっからです、だから僕一応、この時に聞いてた話としては、もうその、元バスを持ってきた運転手さんが、もうこれも自走もほぼ不可能かもしれないと、だから、代わりのバス会社、まあ、あの仲間のバス会社か、もしくはまあどっかその提携してるバス会社からあのバスを持ってきてもらうんでと、うん、なんで帰りは大丈夫ですって僕は聞いたんですよ、そこの、そもそもそこのバス会社さんはあんまり付き合い長くないとこだったんですかね、ちょちょちょ、長かった、長かったんですか、割と長かったです、はい、割と長くて、あの、まあ、ちょっとこれはいろいろ差し控えますけども、うん、割と長かったんですけども、はい、はい、長かったんですけど、まあまあ、たまたまその時のバスが調子悪かった、調子悪かった、変速ができなかったんですよ、はい、2、3、4、5、6と、はい、そうそうそう、低ギアしか走れなかった、あのギアのベルトが切れただから、そうですね、結局は、でもおじいちゃんの運転手だったんですね、先輩の運転手さんですね、毎回そうそうそう、あの誰か一人が必ず深夜は隣について話し合いとしなきゃいけない、寝ないように寝ないようにで、京都大会が終わってなかなかバスが来ないんですよ、そのバスが、で僕らはなんか、うん、外で待ってたね、もう撤収も終わってね、そうそう、雨降るから、雨降りバスが来るぞと、そう、それで、でも結局みんなもうやっぱりそのどういうバス来るか分かんないし、うん、そのある程度余裕がある人は、うん、じゃあ自分電車で帰りますって言って、うん、で、新幹線何か帰ったんですよ、うん、それで、まあ、私も覚えてるんですけど結構な人数残ってましたよね、そうですね、いやいや、ほぼ残ってました、はい、最初は残ってたんですよ、そしたらですね、はい、あのね、京都御所の前を、京都御所でも、うん、みんながもう外で待ってる、待ってまだかな、雨がちょっとしとしと降ってて、はい、で、あ、バス来たーってなったら、僕へ行くわ、一緒に来たバスが、まさかの同じバスが来た、同じバスが僕へ上げてきたんですよ、そしてこれすっごい覚えてるんですけど、ケニー嫁が、ケニーがノーって俺たちを殺す機会みたいなこと英語でバックしたって、本気でこれに乗って帰るのか、そう、お前らは怖くないのかノーって言って、まあ、彼はね、俺は新幹線で帰る。だってギャグじゃないですか、新しい技が出るって、本当に社長以下全員待ってるんですよ。そしたら、同じじゃないかって言って、でも、僕より状態悪くなってる。でも、何人か爆笑してるんですよ。嘘でしょって。真っ白のバスでね、そう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 、本当に。
で、ケニーが新幹線で帰るっつったら、いや、ケニーだけじゃないですよ、もうそれ見て浦野さんが、いや、ケニー一人じゃ大変だろ、僕も帰るっつっておい、てめえ、ケニーじゃねえっつって結局、30人ぐらいいたはずだったんだけど、17人か、18かな、で、ここに書いてありますかね、運転手さん2人含めての18人、高木さん、はい、大石さん、はい、アントン、はい、源太郎さん、はい、工藤さん、はい、諸橋さん、はい、高梨さん、石井君、はい、今成、木曽さん、はい、井上君、はい、で、私も鶴見アモン時代です、はい、いました、映像班だった尾崎さん、はい、で、多分サイドラインさんかな、はい、ジャイスタッフさんが2人いて、はい、平田がいて、で、運転手さん、平田が一番下ぐらいな感じ、そうですね、僕と平田さんが一番下ですよ、これめちゃくちゃ自分葛藤したの覚えてますね、こう僕はそもそも、はい、まあもう今度は絶対に、絶対に新幹線で帰りたいなと僕覚えてるんですよ、で、うん、まさかもう走り出したらブスブス言いながら高木さんが、ちょっとみんな聞いてくれって、うん、あの自腹でもいいから新幹線で帰るやったやついるかって、うん、そしたら俺は止めてもらうって言ってるんですけど誰も手あげなかった自分だけ逃げたかっただけなんですよいや本当にいやまず京都駅で帰ることが迷ったんですけどやっぱさすがに置いていけないそうですね、なんかあったらもうだからもうあれですよ、本当にもうこのままもし何かあったら、うん、あれだからまあもう自分も行くしかないと思ってで腹くくったんですけど、はい、これでも名古屋駅あたりで降りてワンチャン帰るって言ってもらったんですよ、それで一緒にみんなに聞いたんですよ、誰も手あげない、誰も手あげない、大さんがそうかいやみんなはね、もう会社がね全部もう新幹線代出すからそうそうそうもうみんなで新幹線で帰ろうって言うのかなと思ったら自腹でもいいから帰りたいじゃあもう、まあいいやそうか、そうかいや、俺この時はね、まあね、責任の所在発揮しなかったのまあ、そうですよねそもそもバス会社なのか、はい、でもこれもうスルーさんで我々なのかっていうところが、はい、で、まあまあ運転手さん含めて18人で乗ったんですよね、はい、乗りましたよまあみんなアルコールを買い込んで途中コンビニ寄って、はい、あれですよそうじゃあこの先もどこも寄らないんで、ここでご飯買ってくださいって言った時に、いろんな先輩たちが、わあこれが最後の食事になるかもなコンビニで、どんな状態ですかあと、何時に着くかわかんないから、みんなすっげえ量買ってるんですよ、カバンの中に。でも大行列になっちゃってる。ああ、それ覚えてない。僕も怖かったんで、もう日本酒とか買ってました、もう。これ用意しかないと思って。いや、だから、なんでね、なんでこれで帰るって選択肢見出したんだよいやだからもうその時もちょっと手首上がってるんですよそう僕らも、うん、そう楽しくなっちゃってまあでもそうだよね、うん、そうだよねでもうその時はもうずんどこバスの走ったもできてるんですよね、うん、そうだからネタにもなるわなんつってそうだそうそうそう、はい、いやこだからでも今見たら本当主要メンバーみんな新幹線で帰ってるんだこれね、うん、どういうことかこれもう僕平田さん石井さんとかは、はい、そのバスに乗らないっていう選択肢もないんで絶対。ああでもそうか。まあまあ、そうなんですね。これやらなきゃいけないなっつって。多分夕方ぐらいに KBS を発車して、4時5時ぐらい、ね。そうですよね。その異変に関するツイートは、18時36分高木さん、はい、エンジン出力低下、時速10キロで走行してます。バスの床をめくってエンジンむき出しの状態で何やら応急処置しながら走ってます。しかしなぜかバス内には笑いが絶えないと。これあるんですよ。そもそもその国会に行った時は、うん、まあそのバスの運転手さんも、うん、なんでまあなんで代わりのバスじゃないんですか、はい、これなんですかってなったら、うん、いや時速なんか5、60キロぐらいまで出るようになったと。そうですよね。で、それで、大丈夫ですって言われたんですよ。大丈夫だ。だから、調子良くなりましたみたいなこと言われて、じゃあ、まあ、しょうがないかみたいな。そしたら、京都御所のその、ちょっと坂道あるじゃないですか。そこでもう、いきなり10キロとか15キロになっちゃったんですよ、いきなり。僕、外見てたら自転車に乗っかってたんですよ。これ、10キロ下回ってるんです。そう。ほいで、腹しげじゃんと思って。で、言いに行ったら、あ、ちょっとこれあれですねって言って、うん、いきなりもう一人運転手さんを送ったんですけども、はい、もう一人運転手さんが、後部座席だよね。はい、後部座席の一番下です。一番下です。床をめくって、で、もうむき出しになってるんですよ、ギアとかが、うん。それをいきなり、ガリガリ、ガリガリってしだしたんですよ。なんかこうやってんすよ。そう。うん、で、
走りながらこうやってやると、うん、ギアがちゃんと入ると、はい、だから50キロ以上は確保できますみたいなこと言い出してだからそう、だからさっき言ったけどベルトがちょっと破損したんで、うん、そのベルトをそのギアとエンジンをあれしてるベルトを、はい、でそれをなんかかけたもんね、そうこうやってやりながら引っ掛けたりやってるんですよ。それなんて東京までやんのって僕らは前の方、まあ、真ん中だけに転がってて、うん、チラッと後ろ見たらおじさんがね、そうおじさんがあの運転手の A だか B だか分かんないですけど、はい、こうやってじーって見てるんですよ。で、うん、たまに下見ながらこうやって。Get ready, go!